相互拡張破壊。相互拡張破壊。相互拡張破,破壊。とは、核戦略に関する概念、理論、戦略。核兵器を保有して対立する二カ国のどちらか、一方が相手に対し核兵器を使用した場合、もう一方の国が先制核攻撃を受けても、核戦力を生産させ核攻撃による報復を行う。これにより、一方が核兵器を 先制的に使えば、最終的に双方が必ず核兵器により完全に破壊し合うことを互い確証するものである。理論上、相互確証破壊が成立した2カ国間で、核戦争を含む直接的な軍事的衝突は発生しない。例えば、米国とソ連の間に相互確証破壊が成立した冷戦後期以降、この2カ国間では、 直接的な軍事力行使は行われていない。ロバート・マクナマラが1965年に打ち出した。核抑止も参照のこと。一方の先制核攻撃でもう一方の核戦力が壊滅してしまう状況では、相互に相手国に届く核ミサイルを持っていても、相互核張破壊が成立しているとは言えない。そのため、いかにして敵の先制核攻撃で破壊されずに、 核攻撃能力を生産させること、生産性が相互核張破壊が成立する要件である。相互核張破壊が成立した2カ国の間においては、核の傘が機能しない可能性が否定できない。日本を例にとれば、冷戦後期に、米国、ソ連の間で相互核張破壊が成立したため、ソ連との関係においては日本に対する米国の核の傘の実効性が論議される。 キューバ危機時代は、相互の核兵器数量が少なかった上、期日も未熟だったため、互いに、相手の固定大陸間弾道ミサイル発射基地に向けて、核を投射し、数が多い方が残存した核で、都市攻撃を行えるため優位に立った。ソ連ロシア及び米が互いに、同等の核兵器数量を保有することを、追求してきた、主な背景である。数が少なくても、 相手の核ミサイルが着弾する前に発射してしまえば、破壊されることはない。冷戦機は GPS もなく、完成広報装置も誤差が大きく、潜水艦や移動式ミサイルは発射時に正確な現在土のと位置がわからず、着弾誤差が大きくて、敵 ICBM サイロ資金に精密に着弾させるのが困難であった。また戦略ミサイル搭載原子力潜水艦は高価だったし、当初は 射程が短すぎた。そのため、固定式陸上発射 ICBM の速応性を向上し、着弾前に発射することに大きな努力が払われた。しかし、液体酸素を用いる液体燃料ロケットから非対称ジメチルヒドラジンや固体燃料式ロケエンジンの推進財産省への切り替えはともかく、着弾前に自動発射するシステムの整備は事故による 偶発発射かどうか、自国への発射かどうか確認する時間の喪失をも意味していたの冷戦期は、偶発核戦争の脅威が高まった時代でもあった。また、核弾頭の小型化で1本の核ミサイルで3から18発の核弾頭を投射できるようになったため、冷戦期には核弾頭数が激増した。その結果、生産性は増したが、米ソともに数万の核弾頭を配備し、 核戦争が起こった場合の参加も想像を絶するものになってしまった。GPS の開発やリングレーザージャイロの開発で移動式発射機や潜水艦の事故位置が精密に計測できるようになり、ソ連では潜水艦より安価に住む車載式発射機の普及が進んでいる。また、平均誤差半径の向上によって、威力半径の狭い小型軽量の核弾頭でも、 十分に成果を上げられるようになったため、ソ連の ICBM も40トン前後に小型化しつつ、あることも、車載式を可能にした良しの一つであろう。一方、米国では、潜水艦発射ミサイルのセップが向上し、多弾頭化が進んだので、少数の潜水艦で十分な数の核弾頭を発射可能となり、潜水艦発射ミサイルのコストパフォーマンスが向上ったので、 潜水艦発射ミサイルへの依存を強めている。この時代に至って、米ソ艦に相互拡張破壊が成立した。中国は核戦力の近代化により相互拡張破壊の成立を目指しており、2020年代には相互拡張破壊が成立すると予測されている。中国がこれまで配備してきた大陸艦弾道ミサイル東風5は、 液体燃料固定式であるため、配備場所が固定されており、また燃料注入中に先制核攻撃で破壊される、可能性が高く、相互核張破壊は、極めて不完全であった。しかし、2007年から、固体燃料移動式の大陸間弾道ミサイル、東風マイナス 31A の配備を始めた。移動式大陸間弾道ミサイルは、 先制核攻撃の目標圏外に逃避可能であるか、そもそも偽装されていると発見自体が困難であるため、固定式大陸間弾道ミサイルとは、比較にならない、生産性があるとされている。また、中国の戦略源泉の夏型原子力潜水艦は一隻しかない、上に搭載する弾道ミサイルは、改良型でも射程 4000km 以下であり、ハワイ島に進出しないと、 米国西海岸を射程に収めることができない上、騒音対策も未熟で発見されやすく、発射する前に撃沈される可能性が高かった。2015年頃にかけて、進む型原子力潜水艦が5隻配備され、1隻あたり12機の大陸間弾道ミサイル距離を2型、JL-2、射 8000km 以上を運用可能で、生産性と速応性が、 大幅に向上したとされている。これらにより近い将来中国は相互核張破壊を成立させ、米国、ロシア、中国の間で互いの核の傘が消滅すると見られている。核兵器の発射は主に早期警戒衛星で観測する。平時の情報収集により敵型のミサイルサイロの位置はマークされているため、早期警戒衛星は そのような場所から発射に伴う爆発炎など兆候を監視しにいる。相互核張破壊を成立させる上では、相手方による発射を検出してから、それらが着弾するまでに欧州用の核兵器を発射できる体制を整えねばならない。一般的に射程距離が1万キロメートル級の ICBM では、発射から着弾までの時間は30分程度とされている。 地上に設営されたミサイルサイロではなく潜水艦発射弾道ミサイルの場合は発射の検出に時間がかかるため事態は一層切迫する。このわずかな時間内に意思決定を行いミサイルサイロに指示を伝達し発射にかかるすべての作業を完了させなければならない。相互核張破壊を実現するには数や威力の上で核武装を充実させることが大切ではあるが それ以上に即応性が求められる。即応性を向上させるために様々なシステムが考案された。旧ソビエト連邦及びロシアでは米国の先制核攻撃により司令部が壊滅した場合に備え自動的に報復攻撃を行えるようと呼ばれるシステムが稼働している。これはロシア西部山中の基地に1984年から設置されているもので、 ロシアの司令部が壊滅した場合、特殊な通信用ロケットが打ち上げられ、残存している核ミサイルに対し発射信号を送ることで国に報復するものである。米ソ及び双方の同盟国における冷戦期について、両陣営が相互核張破壊の状態を維持した結果、核兵器が使われず、平和を保つことができたとする説を核抑止説という、核兵器開発のために、 巨額の資金や労力を注入し続けたことは、結果的には、ひとたび核兵器を使えば確実かつ完全に、核兵器により報復されてしまう、という状況を作った。もっとも、米ソ双方による核抑止で平和が保たれたのは、実際には、米ソという大国間のみであって、その周辺国では代理戦争が行われていたために、実際には、世界は平和ではなかった。 何度かの戦略核兵器の削減交渉が行われ、ミサイルの配備数を減じる要求を相互に提示した。しかし双方とも相互核張破壊の維持を大前提とし、この均衡を崩すような削減要求は受け入れなかった。米ソ間の冷戦が終結し、これらに関わった国家では核兵器の廃棄が進んでいるのに対して新たに核武装を行う国家が現れた。 それらの国家が新たに核武装を行ったり核兵器保有量を増強したリスリューの中にも相互拡張破壊の考えがある。それらの国家は想定する敵対国の核攻撃に対して確実な応酬ができるようにすることを掲げミサイル技術などの開発に注力している。しかしながらこうした新規の核保有国は核弾頭や 運搬手段の開発には注力していても、早期警戒衛星システムの開発、整備については、どの程度進捗しているかは、伺い知れない。相互拡張破壊は即応性とともに、敵からの攻撃を、間違いなく探知できる正確性があってこそ成立する、ものであり、エラー5人、誤認、誤探知は許されない。かつての米、祖官には着弾まである程度の時間的余裕が、存在し、 ホットラインの設置など、エラーを補正するシステムも用意されていた。しかし、敵対関係にあって、相互の意思疎通も、ままならず、早期警戒システムも未熟な隣国同士が互いに、核武装して退治した場合、例えば、インドとパキスタンなど、着弾し、報復不能になるまで、ごく短時間しか余裕がなく、相手が、本当に発射、攻撃したか確認できないまま、報復に踏み切ってしまう。 すなわち、抑止どころか、偶発核戦争のリスクを高めてしまう可能性さえ存在する。核拡散の時代においては、相互核張破壊による核戦争の抑止は機能しないと言える。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。